わいいポジティブジーニアス、ホロラルレあらベズベズベズカンダホロライブデバイス噛んだ、ホロライブデバイスリグロスの一条リリカだよー、コンリリーホロライブデバイスベズベズバ誰だよホロライブデバイスって言いにくい名前つけたの、許せねえよ、溺れちゃったよ、加湿器のせいか、 100% 湿度 100% の加湿器のせいかもしれんわ。こうまあ、あのリリカのこのホロライブデバイスリグロスっていわゆるプロデューサーちゃんがいるんですよ。プロデューサーちゃんが、ちなみにそのプロデューサーちゃん超美少女で、あのプロデューサーちゃん結構そのリグロスのエゴサしてるんだって。そう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 、紹介して、いやしねえよ、リリカが紹介してほしいわ。でその中でなんかリリカのマネージャーがなんか男なんじゃないかみたいなのを書いてた人がいたんだって。リリカのマネージャーさんは働き方とか働いてる時間とかこんなの男じゃなきゃありえないみたいなことをそう書かれてたらしくて、プロデューサーちゃんがあのマネージャーに言ったら、うるせえっつって、女だけどなんか文句あんのかっつってちなみにあのリリカのマネちゃんはあの絶賛彼氏募集中です誰のせいで今期逃してると思ってんだよって言ってね、あのブチ切れてましたこんなでっかいでっかい子供がいたらな、こういう働き方をするしかねえんだよって言ってね、いや人のせいにしないでくださいよって言っといたんだけど、でその時にまあリリカも調子乗って、いやそうですよね、マネちゃんが男だったらリリカのこと大好きになっちゃいますもんねって言ったら大好きになるわけねえだろこんな手のかかる女とか言って、逆ギレされおかしいだろ、好きになるだろ、好きになれやな、誰がでっかい子供じゃ謝ってとか頑張れマネちゃん許せないわ。まマネちゃん頑張ってください、これからも。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。